愛知健康プラザは愛知県千田郡東浦町にある健康をテーマとした愛知県立の複合施設である。正式名称は愛知健康の森健康科学総合センター。愛知健康プラザ東側より見る愛知健康プラザ西側より見る1998年にオープンした複合施設で愛知健康の森の健康ゾーンに立地する。当館は 健康開発館、健康科学館、健康情報館、健康宿泊館で構成されており、1998年度の第六回愛知町並建築賞を受賞している。管理、運営は、開業から指定管理者の公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団が単独で行っていたが、平成23年度より施設の管理運営と広報、及び営業活動を、 トヨタエンタプライズと愛知県健康づくり振興事業団の共同体が行っている。また、健康づくりのソフト部門に関しては従来通り愛知県健康づくり振興事業団が行う。屋内スポーツ施設となっており、アスレチックルームやフィットネスルーム、温水プール、ヘルスチェックルーム、ジョギングコースなどを備える。この他にも健康状態の検査が行える、検査室や クッキングルーム、リラクセーションルームがある。体の働きに関する展示や健康に関する展示が行われている他健康学習室があり、パソコン健康教室や講座、イベントなども行われる。この他にもヘルスサイエンスシアターや健康プラザショップがある。情報ライブラリーとなっており、保健、医療、福祉に関する情報の閲覧ができる。1000人収容できる大ホール。 プラザホールや会議室の他客室や天然温泉を利用した浴室、レストランなどがある宿泊施設である。2011年3月8日、健康宿泊館専用の公式ホームページが開設。同年4月1日からの宿泊に向けてインターネット予約を開始。指定管理者は株式会社、トヨタエンタプライズ。新型コロナウイルス感染症流行による 医療崩壊を防ぐため、無症状感染者向けの一時生活施設として使用される。同施設は周りに人家がなく、まとまった、部屋数が確保できるために選ばれた。4月9日から順次受け入れを行っている。解説は、愛知県医師会の求めに応じたもので、利用者は重症化リスクのないとされる軽症者及び、回復者のうち PCR 検査で陽性反応の、 ものに限られる。愛知県病院協会などが医師や看護師を派遣し、利用者の健康観察を担当する。利用者の動線は4階以上のフロアに限られ、5階から10階までの計63部屋の客室が使用される。11階の展望スペースは体操などをするための開放スペースとし、食事などは施設が準備する。ありがとうございます。